チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。本日は特別番組で、13歳からの国守、倉山充著という、この本の、番組を特殊番組ということで、倉山先生にお越しいただきまして、よろしくお願いいたします。井崎先生と、はい、から椿さんにも、ご参加いただいたということなんですが、これ13歳からのっていうのはこれシリーズで版元やってるんですけれども、基本的にはごくそのあまり専門的な知識もない一般的な人が読んで分かるということだと思うんですけれども、そういう言い方をすると、ちょっともしかして失礼な言い方になっちゃうかもしれないんですけれども、そこでまず最初に一番これも想定している読者と近そうなところで、椿さんにごく普通のね、いわゆる学者とか研究者とかそういうことではないという、普通のその実業界のお立場というふうな意味で、これどの、いろんなその非常に幅広いんですけれども、何が一番印象に残りました、これ読んでいただいて。これからのもう、今日の収録が、9月の一番最後の日で、明日から消費税が始まるんですけども、私たち中小企業とか個人経営主っていうのは消費税とともに始まる、軽減税率っていうのセットでインボイス制度っていうのが始まるんですけど、それが5年後に多分始まると思うんですね。で、5年後に始まるインボイスに関しては1000万円以下の事業者は今までは免税事業者だったんです。で、うちは免税事業者じゃないので、税金をちゃんと登録して消費税を払っていたんですけども、その免税事業者、うちも含めて小売とか個人経営者の利益って皆さんどのぐらいだと思います？売上のうちの粗利に当たるような、そうですね、利益っていうのは大体 6% とか 7% で、いや 1% おっしゃる通り、卸で1、はい、小売で2って、2だったらいいっていうくらい、2だったらものすごいものすごくいい。じゃあ我々家具屋業界とは違うんですね。家具はとか着物は結構叩いたりとかってできるじゃないですか、本当に直結、お客様と直結してるから、そこで経済成長してなくて物価が上がってて、で値上げをすごくされるんですけども、じゃあ金額を決めるのっていうのは皆さん店舗のその、経営者だと思うかもしれないんですけど、実は値段を決めてるのは顧客、お客様なんですよ。同じようなものを売るときに、お客様がこっちとこっちどっちか安い方にって言って安い方を選ぶじゃないですか。ということはここより安くしなきゃいけないってことを決めるのは事業主ではあるんですけど、お客さんは決めてるんですよね。でそこに来て、今まで1000万円の免税事業主はどうにかやりくりして頑張ってきて、でその免税分を自分の収入っていうかな、利益として持っていたんだけれども、それが今度持ってかれるっていうことは、もう生活が成り立たなくなる事業者がたくさんいるんですよ。で、帝国データバンクとか商工データバンクなんかでも出ると、今年の7月 の、 その事業、廃業とか、した企業ですごく100億円の負債を抱えるような企業が一社もないんですよ。いわゆる大企業が潰れることがないんですよ、いわゆる中小企業とか10億円以下の企業がバタ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 潰れてて、2017年以降ですと、もう日光久しぶりに7月だけで800件超えてるんですね、2017年以降ってこと。その間は700件とかって、近しい感じなんですけども、800件以上バタバタ潰れてると。で10月以降これから怖いのは、その消費税が始まって中小企業も成り立たなくなってって、どんどん中小企業がバタバタ潰れていくんじゃないかって、でそういう企業がもう机上の空論じゃなくて実際に感じるっていうのが、昨日来てたお客様が、土建屋さんの社長さんが夜逃げしちゃったとか、そういうことをもう目の当たりにしてるんで、もう危機感も大きいんですよ。だから逆にそういうんですよ、騙されないためには経済のことを知らなきゃいけないっていうふうなことがこの第4章っていうことですよね。エースさんなんかやっぱり第4章のところは印象に残ったというか、経済のことがやっぱり一番大きいですよね。これなんでかっていうと、やっぱりみんなやっぱり日本良くしたいと思ってるんですよ、本当に。で日本良くしたいというふうに思っているんですが、やっぱり日本良くしていくためにやっぱりどうしたらいいのかっていう基本的なことを知らないと、やっぱりこの朝日新聞を潰せとか、共産党を潰せとか、NHK を潰せ、から日韓断交しろ、別に僕はそれ自体が悪いというふうに別にどうこうは言わないんですが、ただ
そうすれば日本を守れるっていうふうに思い込んでしまっていくということは、非常にこのね、国を愛する人たちからの、ね、とって非常に問題だよねと。やっぱそれだけでものを見てしまうのは、やっぱり日本の経済をどう立て直していくのかとか、まあ、自衛隊に関しても自衛隊は僕はね、この精神的に応援するのは大事だと思うんですが、やっぱり、まあ、明治維新の時もそうですけど、富国強兵で国が豊かであって初めて強い兵隊は成り立つであって、国が豊かでない中で強い兵隊は成り立たないわけですよね、どんなことがあっても。逆にですね、だからその意味では強い兵隊を作りたいと思うんであれば、もちろん憲法の問題も大事だけど、経済的な日本の立て直しっていう問題が合わせて絶対必要だと。その日本を良くするためにどういうことを考えなきゃいけないのか、渡辺芳美先生的に言うとアジェンダって我々言いますけども、政治で言ってもやっぱりこの我々この公約書を作るときに何をすることが今日本を良くすることなのかっていう公約を作るわけですが、その公約が何ていうか NHK とかワンテーマじゃなくて本当に何を考えなきゃいけないのか、いうことをやっぱりこの中学生の人たちとかの前提に考えなきゃいけないポイントをきちんと書いてくださってるという意味では、僕は画期的な本だと思うんですよね。非常に画期的な本だと思うんです。そういうことをやっぱり理解して、まず全体像の中でこれとこれとこれは理解しておきましょうねっていう、そういう本って意外とないですよね。意外とないんですよ。で、なんか個別のテーマで、いや本当に僕はFacebook とか Twitter やり始めて、いや日韓断交こそ在日を追い出すことこそ日本をたたえ、ね、よくすることだ、いや、どうやってやるのか僕分からないんですが、具体的にですね、ただいや、ね、もちろんそれがダメ、僕必要ないなんていうことかそういうことじゃないけど、でも経済とか軍事とか、インテリジェンスで、インテリジェンスの話でもすぐにスパイ防止用の話になるんだけど、法律作ってインテリジェンスが立ち直るわけではないので、あれですよね、それこそ憲法9条改正すれば突如としてその無敵の自衛隊が出来上がって、北朝鮮が比例復活かって、そんなバカな話じゃないんで、もちろん本人たちはね、そんなこと思ってないと思うんですけど、何を考えなきゃいけないのかっていうこの論点が分かってないから、でもやっぱり国をなんとかしなきゃいけないっていうこの焦りに、切迫感の中でそっちに行ってしまうんだけど、もう少しちょっと引いて、やっぱりね、経済の問題、軍事の問題、経済、ね、国防の問題からご皇室のこと、やっぱり知らん、最低限こういうことは理解しておくといいかなという、いう本でね、やっぱこういうのがあるといいですよね。いかがですか、著者ご本人。本当に今回は余計なことを書かない、というつもりでやったんですね。で、まさに幕末は何やってたかっていうと、富国強兵やりたかったんですよね。みんな正解してたんですよね。でも現実にずっと何年もやってたのは参勤交代の緩和とか、兵庫を開港するかとか、今となったらどうでもいい。明治維新ができてしまえば問題でもないことに一生懸命大の大人たちが緻密やれてて、で結局日本は富国強兵に一歩も近づいてないんですよね。幕末本当の最後の3年間なんですよね、本当に世の中が動いたのは。だから幕末ですらそうだったんですけど、でもあの時は何が解なのかを知っていたんですよ。だから何が解なのかわからないと何かが起きた時にもできないんで、だから学問が大事だなっていうので、せめてこれくらいから始めよう、余計なことはいいと。いや、あれですね、解というふうにおっしゃいましたけど、目的とか目標って言い換えてもいいと思うんですよ、結局要するに最終的にどういうゴールを目指す、ある程度のこう目指すところがあって、そのためにどうするんだってはいいんですけども、例えば何ですかね、これはその気分的には分かるんだけど、今の現状を嘆いて悲憤慷慨してこう景気のいいことを言って、気持ちよくなっちゃって終わっちゃう人も多いと思うんですよね。だから
もちろん現状に対して不満持つのは一つの取っかかりの第一歩ではあるから、うん、そのことは否定しないんだけれども、うん、それで自分が気持ちよくなっちゃうというよりむしろそれだったらこうどんどん同志を増やしていかなきゃいけないわけじゃないですか、うん、でそのために特に例えば、まあ、仮にそのリベラルと言われている人たちが、まあ、今何だかって多数派ですよ、うん、世の中全体で言えばその中で我々保守系の人間が説得していかなきゃいけないときに自分だけが気持ちよくなっちゃって、うん、例えば韓国と断交しろとかって言ってみたところですよ、うん、いや仮にそのまあ断交するっていうのは手続き的にはできますよそら、うん、だけど彼らが言う断交しろっていうのはそれで韓国と一切未来永劫関係を断つということがじゃあ国交断絶したからそれができるのかってそんなことはできるわけないって実際に現実にすぐ近くにあっておそらく韓国人は普通に来るしだって台湾と国交なくたってやってるわけだからでそれで気持ちよくて断固したって全くこれは意味がないわけじゃないですか。でその時に例えば我々はこうしたいんだという時に説得する武器というか道具がなきゃいけないわけ でそういう時にやっぱりこれである程度だからこうなんですっていう一つのそのね、で目標、うん、目的っていう言い方してくださいましたけど、魔界っていうのはこれが正解だって私が言ってるわけじゃないんですよね。でそれはみんなで考えればいいわけで、考えるための材料を提供してるわけなんですよ、はいはい、でまあ結局日韓断交だと、うん、どんな状態かは分かんないからどうやってやるのかも分かんなくて、うん、あいつら嫌いだって悪口言ってるだけなんですよね、うん、で国守りができない時って結局じゃあ大東亜戦争がまさにそうですよね。そうですね。東亜の解放だって、どの状態が解放なんだ、うん、どうやってやるんだ、しかもそれしかないのか、その方、いや別に東亜の解放やっていいと思いますよ、うん、実際その後大東亜戦争ってできたわけです、うん、でもその方法でなきゃダメなんですか、うん、っていう議論ができなかったから一回日本は完全亡国寸前まで行ったわけですよ、うんうん、だそういうことを考えていただきたいと。だからその結論だけで東亜の解放をやるかやらないかとか、うんうんうん、じゃないんだ。今も同じですよね。じゃあ今東亜の解放に当たるものは何なのか、まあ、経済の話から始めないと話が始まらないんで、まあ、第4章1章丸々かけて余計なこと全部抜きにしてせめてこれぐらいしといてください、うん、あとこの本のね、まあ、すいません、一つの特徴としてやっぱり章が、全部で第5章まであるんですけども、はい、まあ、本当はまあ1章から読んでいっていただくのが一番いいんだと思うんですが、はい、それこそ例えば経済に興味ある人は第4章だけ抜き出して読んでも、はい、まあ、いいようになってるっていうのは、まあ、うん、はい、まあ、全部独立した独立章になってますからね、はい、まあ、普通だとこれ1章だけで1冊の本しますよね、うん、だからそういう意味で言うとね、クララをご覧の方は、倉山充さんという人がどういう人かご存知の方も多いとは思うんですが、まあ、入門編としてはこれ1冊あれば。そうですよ、13歳からですから難しいとは言わせませんからでも先生が年前の収録の時にこの、うん、あなたが総理大臣だったらっていうこの帯のやつと同じことで、うん、アメリカだと自分が大統領だったら、そうそうだったらっていう、うん、そういう考え方を子どもたちにこう与えてどういうふうに考えるか、でそこに付随して責任を持つ力ができるっていうふうなことをお伺いして、うん、この間私ちょっとお恥ずかしい話、ちょっと飲みに行ってた時にこの本持って飲みに行ってたんですけど、その時にこの帯を見て反応してくださった人がいて、うん、でその時にあなたが総理大臣だったら何をしますかっておじさんですよ、うん、でそのであなただったらどうするんですかって言われたから、そうですねってこう口濁してたら、その方が今の総理大臣も含めて最近の総理大臣にはこの国をどうしていきたいかっていうビジョンが見えないと、うん、で大きなビジョンを語ってくださればみんながその方向に向かって、リーダーが言ってる方向に向かっていけるんであろうか、うん、あると、うん、でもそういう考えをね、この13歳とは言わないですけども幼いうちからだからですから、何歳からでも、ね、うん、モデルってね、うん、素晴らしいことなんじゃないかなと思って、だからその教育界の中にもこういう本がね広まったらいいなっていう、うんうん、まあ、まさに理想を語った本ですね、うん、どうなれば日本救われるの、まあ、目の前の現状大変ですよ、うん、まあ、今日の収録の翌日から増税されて生きていくの大変ですよ、うん、でもそういう時こそ目の前の現状だけ見るっていうのは実はそれが現実主義じゃない、うん、だから現状主義と空想主義っていうのは実は現実主義じゃないって意味で同じだと私は思ってて、本当の現実主義っていうのは未来を見据えて今を生き抜くわけですよ。そのためには過去の歴史を知らないと、で今目の前に何が起きてるかを知らないと、まあ未来は見えないですから、うん、いかがですか。いやいや、もう本当その通りで、そのあなたが総理大臣だったら何をしますかっていうね、この帯に書いてる言葉ってものすごい大事なことだと思うんですね、うん、
僕もあの、まあ、僕のインテリジェンス先生からいつも言われてたのは、いや目の前にインドネシアの外務大臣がいて、うん、君は何の話をするって、うんうん、何の話をするって、うん、今のね、いや何の話していいかわからない、うん、つまり君はね、インドネシアと日本の関係のことを何も知らないから何を言っていいか分かんない、うん、つまり、ねね、あの今の君は全く外交もインテリジェンスもものの役に立たない人間だ、うん、ということをまず自覚した方がいいと、うん、だからいろいろ体現相互を言う前にまず日本とインドネシアのはどういう歴史があってどういう今課題があって今目の前にいる大臣はどういう政治的立ち位置でね、何のために今日本にやってきてて、ね、日本とインドネシアの問題の解決のためにどういうことを大臣に伝えることが日本の国益になるのかということを一つ一つ考えて言えるようになることがこのインテリジェンスにとっては大事なことで、そのためにも歴史的な経緯をきちんと学んでおきなさいと。でそれを学ばないで体現相互するのは何の役にも立たないからというのが僕 の、まあ、あの若い時の僕のインテリジェンスの先生の教えで、やっぱりだから常にやっぱりその目の前に政治家なり外国のエリートなりそういう、ね、情報将校の人たちと会った時に何の話どういう話を自分はしなきゃいけないのか考えて勉強をする訓練をしてきたので、うん、やっぱり、まあ、だからまあ逆にその情報将校の人たちともいろいろ付き合えるようになったわけですが、そういう意味でも心構えっていう意味ではまず帯を読むところから声を出して、うん、あの声を出して読みたい日本語ですよね、はい、あのやってもらえると、うん、僕これものすごい大事なことなんですよ、うんうん、なんでかっていうと本当に皆さん決して僕はこのいや日韓断交を叫んでる人が僕はダメだなんて全然思ってなくて、本当にそれぐらい切迫してるんですよ、うんうん、その切迫してる気持ちをどういうふうに展開したらいいのかが分かんないくて、うん、そういう言葉を使っているだけだと僕思ってるんです、うんうん、だからそういう人たちに いや、いろんなルートでやはりこういうことを考えていけば日本をよくできるんですと、うん、別に政治家じゃなく、うんうん、また大学の教授でもなく、うんね、別に高級官僚でなく普通の、ね、国民としてでもこういうことを理解しておけば日本は良くなっていく道筋ができるんですと、うんうん、いうことをこの伝えてこなかったから、うんうんうん、やっぱそういうですね、なんていうかこの目についたものにパーンと行ってしまっただけだと僕思ってるんです、うんうんうん、だからそういう意味ではやっぱりこういう繰り返しますが、あの日本を良くしていくためにこういう基本的なことをまず知っていきましょうと、うんね、あの知っていきましょう。だって僕多分目的はあの韓国に振り回される日本では嫌だというお気持ちだと思うんです、うんうん、そこは間違いないですね、はい、うん、じゃあ振り回されないためにどうしたらいいのか、うんうん、ね、見えないけどサッカーで相手のチームの悪口言ったってチームに勝てないので、うんうん、悪口言ったり相手のチームと戦わないと言っても相手のチームは勝てないんだね、チームはね、サッカーで勝つためにはやっぱり勝つためのやり方があるわけで、うん、あのそのやり方をきちんと学んでいけば僕はですね、うん、あの本当の意味でその日韓断交を叫んでる人たちの目指しているものを実現するためにもこういう本を読んだ方がいい、うん、あの僕はあのどっちかじゃないと思ってるんです、うんうんうん、そうね、どっちかではないと思ってるんですね。あと33ページであの、はい、ね、良い子は江崎道夫という人の本を読みましょうとね、あの本当にあの全部読みましょうって書いてます。みんなやっぱりね、なんとかしたいと思ってるんですよ、うん、まあ、あの結局ね、思いがあっても何でもそうなんですけど、はい、あの頭の中にあることを形にするとか動作にするってやっぱりそれなりの訓練が必要なので、はい、あのそのための、まあ、まず第一としてはこれを読んでくださいという、うん、そうですね、あの、うん、こういう本をやっぱりね書いてくださるとありがたいですよ ね本当にありがたい。やっぱりそういうことを読んでいくと、うん、あのあ自分はこういうふうなことをしていくことで確実にやっぱり日本を良くしていけるんだなって、やっぱりそのね道が見えてくると安心だし、うん、あのそこでね努力をしていくこともできる。一番辛いのは何をしていいかわからないことですから、うん、ですよね、うん、なんか江戸先生の話聞いて私めちゃくちゃな傑作書いた気になる。何が出てくる。著者誰だろうって。俺あのやっぱり勝つためには戦い方があるので、うん、
戦い方があるので、うん、あのむやみやたらに突っ込んでも勝てないので、うん、で勝つために何を学んだらいいかを考えるべきだと思います、うん、あの戦うためにだじゃなくて、うん、勝つために、ね、あの参加することに意義があるというのはオリンピックだけで十分でもない、はい、あのやっぱり勝たないと、うん、あの極端なことで死んじゃうわけですから、はい、国が滅んじゃう、はい、というわけでやはりねこの国守りという言葉自体も、はい、そうですね、キーワードになっていると思います、はい、で最後にじゃ あの倉本先生の方から、はい、あの、うん、今後のもう本当に江戸先生の話聞いて涙が出るぐらい自分で読みたくなるような話なんですけどね、はい、あのまあ志した学問だっていうことを書いてるんですけど、はいはい、あの適塾の話とかあとまあ長州の松下村塾、うん、まあ二大代表例として江戸の私塾、はい、民間で勝手に勉強してたんだって話書いたんですけど、まあ、あのその2つは極端な有名な例ですけどそういう人たちの集まりがいっぱいあったんですよね。例えば薩摩の10代の若者は教えてくれる人がいないからって自分たちで本読んでたんですよ、うん、もうなんか、まあ、五重教育って言って、うん、まあ、今の小中学生、うん、中高生、まあ、世代超えて、うん、あの集ま、まあ、10代の若者ある集まってて何読んでいいか分かんないから漢文の本読もうって言ってゼミやってたんですよね、うん、で自分たちはいつか勉強して国のために役に立つんだって言ってそれを始めようといった2人が大久保利通と西郷隆盛なんですよ、うん、だからあの今目の前で自分に力がないと思っている人にこそ読んでほしい本ですね。今すぐできるんだ、田部さんが何とかしてくれてますし、ね、で、あのはっきりしてるのはやっぱりちゃんとしたあのコーチっていうんですか、手順を踏んで、うん、あの学びをしていけば、うん、それなりのことが分かってそれなりのことができるようになってくるので、うんうんうん、やっぱりあのそれだけのものを学問的な基盤というのは我が国にはおかげさまであるんですよね、うん、でそこ の、まあ、あのゴールデンルールというべきなのかそういう基本のことを踏まえておくだけで、うん、いやでそういうのを勉強していくと、うん、いやあのまあ、僕も、ね、永田町で仕事してきましたけど政治家の先生方に話をしていて、まあ、最初は相手にしてもらえないけどだんだん相手にしてもらえるようになって、うんうん、政治家の先生方がいてああそうだよねって、まあ、江崎さんがそう言うならこういうふうにしていこうかねとか、うんうんうん、で官僚の人たちとも話をしていくと最初はね、うん、いやお前ね自分たちなんてこと何も知らんじゃんみたいな顔だけど、うん、いやあの基本的なことを理解して話をしていけばだん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 向こう側も、うんうん、まあ、江崎さんがまあ言うならここはこういうふうに変えようかとか、うん、まあ、あのまあアメリカの軍の人たちもそうですけどやっぱりそうやってこういろんな人を説得していく力を民間 でありながら持つことができるわけで、うん、それは特別な才能じゃなくて、うん、やっぱりどういう本を読むかですよね、うんうんうん、努力ですよね、まあ、そうです。本当はこの本は安倍さんのせいにしないための、はい、だから人のせいにしちゃいけないんですよ、はい、本当でもそう人のせいにしないで、はい、あと自分が気持ちよくなっちゃいけない、うん、もちろん最初の志はいいんだけれども、うん、やっぱり一人でもその同志を増やすためには基本的な知識が必要だし、はい、でまあ、その積み重ねでやっていきましょうという、はい、そのための、13歳から今もということでございます、はい、どうぞ皆様、はい、よろしくお願いいたします。